スノーマン佐久間大介平常心を保たないと天々声優佐藤里奈ゲスト出演で共通の趣味も発見。モデルプレス20203130スノーマンの佐久間大介がパーソナリティを務める文化放送スノーマン佐久間大介の待って無理しんどい毎週土曜夜8時の12月2日放送会に声優の佐藤里奈がゲスト出演する。佐藤里奈待て無理ゲスト出演。 当番組はアイドル屈指のアニメ兼声優オタクの佐久間が自身の好きなアニメとゲームの話題などオタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える6 0分ゲスト出演する佐藤はとある魔術の金書目録の三坂美琴役や南家の南遥役さらに魔法先生ねぎま のネギスプリングフィールド役など数々の人気アニメ作品で主要キャラクターの声を担当しているほか報道ステーションではナレーションを担当するなど幅広く活躍する人気声優佐久間は平常心を保たないとメールとか読めなくなっちゃうと佐藤の出演を喜んだクリスタルシリーズ版美少女戦士セーラームーンで共演を果たした三石琴乃とのエピソードや声優を意識することになる空想後期だった学生時代の創意 そして収録時に発見した共通の趣味ドライブにまつわる話など終始盛り上がったトークを繰り広げた。